スタメンまずは山形です。キーパー藤島、フォーバック半田、山崎、野田、山田匠、中盤に中原、藤田、南、国部、前線が山田浩太と林です。続いて甲府です。キーパー岡西、3バック浦上、新井、メンデス、中盤関口、山田、中村、荒木、前線にリラ、長谷川、泉沢です。興奮が 5-4 で吸収していますが、中に縦パス入って中原から前向きの山田浩太、前に出た山田浩太、山田浩太面ですか。そうですね、ギリギリのところでしたね、はい、中原に縦パスが入って抜けてきた山田浩太でした。どこにポイントをつけた中原です。ポイサイド狙ってきた、折り返しヘリング、先制山形。藤田か、あるいはオウンゴールか。まあ、やはり一番奥には山田選手ですけど、その前野田選手の折り返しから、これ藤田選手がしっかりとヘディングで流し込んでると思います、はい、やはり両センターバックが遠いサイドに2人いたので、ポイントはそこに作るのかなと思ったんですけど、やっぱこの野田選手の飛ぶタイミングが良かったということと、はい、藤田選手若干ねメンデス選手に引っ張られながらも、しっかりとボールに目線は残しながら、うん、しっかりとしたあのヘディングシュートだと思います。南から縦につけて山田拓海から外、そして斜めの差し込み中原、そして山田浩太に来た、山田浩太ナイスキーパーですね、岡西です、まあ、入れば山形はもうチームとしてパーフェクトなボールの動かし方ですよね、今、はい、サイドに張った、さあ泉沢、サポート荒木からのダイレクトのクロス、逆サイドへ折り返しヘディング、リーダーか。そうですね、泉沢深さを作って荒木のクロス、折り返しが入ってリーダーでした。今度は左に振りました、荒井。そうですね、荒木選手も内側から出てきました。内側から荒木が外に流れていきますが、泉沢さあ縦いった、これうまいですね、折り返しリーダー、同点、一本をものにしました、甲府同点、加入後初ゴールです。まあ、左サイド泉沢選手のこの持ち方、これ前半にもこのね抜き方あったんですよ、はいはい、であとはちょっとゴール前のところでね野田選手リラ選手に対してのケアは薄かったかなと思いますね、はい、山田匠折り返しメンデス跳ね返す、藤田、山田浩太、山田浩太外です。そうですね、あえてファーストタッチは近くで触らずに体をこう回しながら相手の遠いところにボールを持っていってシュートコース作って、はい、おっとノーファールです。長谷川シュートに行った、こぼれている、流れた、折り返し、逆転、泉沢、ここちょっとね潰れたんですよね、はい、ボランチの藤田選手からボール奪って、まあ、ここは思いっきり足を振った藤島選手に2回止めたんですけど、最後、まあ、1回でボールスリッピン濡れてるし難しいんですよね、はい、山田選手自分でも当然いけたでしょうけど、より確率の高いところを選びましたね。最後まず幅を作ります、内側半田が追い越していきました。松本これ自分でも逃げる、さあカットインしてきた、左足弾いた、岡西防ぎました。そうですね、あれはキャッチにはいけないですよね、はい、はい、そして栗山もいます、山形です、キーパーも上がりました、中央の栗山、そこに来た、同点、
は栗山選手のゴールになるんですね。はい、さあ今度は甲府が前にというところです。タイムアップです。山形甲府2対2のドロー。